が最近はガキでも持ってるなんて言ってたが、さすがにみんながみんなってわけじゃねえんだな。ねえおじさん、私あの人知ってる。おお、お嬢ちゃん、若いのに通だね。そう、ありゃバンタム級ランク1位のジャッカル八木沢だよ。お前ボクシング好きなのか。うん、ひまわりでよくみんなで見てたよ。ジャッカルのパンチってすごいんだよ。ははは、本当によく知ってるね。そう、彼の右は音速の右って言われてるんですよ。そうなのか。ねえおじさん、私握手してもらってきてもいい？ふん、ああ。ねえジャッカルさん、うん、私ファンなんだ、握手して。うるすんだよガキが。ふん、何にも知らねえで。くそ。おい、お前ガキに手あげるとは最低だな。なんだお前は、このガキの親か。ふん、ちゃんとしつけぐらいしておけよ。お前に言われる筋合いはねえよ。酔っ払いのうさんくせえボクサーよりはマシだ。ああ、お前誰に向かって口聞いてんだ。俺を怒らすとただじゃおかねえぞ。酒に溺れた男に負ける気はしねえよ。口だけじゃなく手出したらどうだ。音速の右なんだろう。てめえ、言わせておけば。じゃあ望み通りにしてやるよ。何者だ？同業なのか？いや、ボクシングの経験はねえ。リングじゃ俺が負けてるかもな。ふん、でも素人に負けてるようじゃ俺もいよいよおしまいだな。そんなことないよ、ジャッカルは強いよ。明日タイトル戦じゃないですか。そろそろ引き上げられた方が。タイトル戦？ああ、やっと手に入れたチャンスだってのにな。だったらなんでこんなところで飲んでたんだ。いいんだよ、ほら、どうせ何やったって結果は変わらねえんだ。え、どういうこと？さっきは悪かったな、お嬢ちゃん。お嬢ちゃんの期待には応えられないんだよ。俺は明日負けるんだ。何？もしかしてお前。ジャッカルさん、私信じてるよ。ジャッカルは強いって、絶対に勝つって。応援してるから頑張ってね。ねえ。ああ、ええ、
新鮮かもしれねえな。そういえば町を。ん？ああ、いらっしゃい、お客さん。お？これは珍しい。お子さん連れですか？ああ、こいつがジャッカルのファンなんでな。ああ、そうですか。そりゃ見る目があるね。明日のタイトルマッチはジャッカルで間違いないですよ。そうか。相場はどうなってんだ？ジャッカルは今まで22戦21勝 20KO。 今じゃ日本に敵はいないですからね。鉄板の 1.5 倍ですよ。ほう。相手のマギー吉村は5回防衛してますが、全部ギリギリの判定勝ちですから、まあ勝ち目はないでしょうね。だから 10.5 倍のオッズになってます。ちなみに引き分けで防衛の場合は 5.4 倍のオッズです。ずいぶんあからさまなオッズだな。まあ今のジャッカルは無敵ですからね。これでも結構倍率が高い方ですよ。それでどうします、お客さん。ではジャッカルにかけよう。ただし八百長抜きの試合にな。あ？お前の仲間が八木沢にやられたらしいが、それをネタにつけ込むとはゲスな奴らだぜ。な、何？さっきも言ったが、この子は八木沢のファンなんだ。子供の夢奪っちゃかわいそうだろ。悪いが店ごと潰させてもらうぜ。客かと思ったらそういうことか。ガキ連れのてめえに舐めてもらっちゃ困るな。お前ら二人とも試合前に東京湾に沈めてやるぜ。工業です。ご用の方は発信音の後にメッセージをお願いします。あー、ジャッカルに50万側近で。お客さん。あ、マスターのおじさん。これで明日の試合は賭け試合じゃなくなったぜ。あ、ありがとうございます。なんとお礼を言ったらよいのか。礼はいらねえよ。八木沢に連絡してやったらどうだ。は、はい。さすがだね、おじさん。これで明日のタイトルマッチ楽しみだね。ああ、そうだな。